お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、ちょっと、いつもとは変わったことをね、やっていこうと思います。ということで、こちらの方に来ていただきました。どうぞ。お疲れちゃんです。ラットの彼女です。はい。そうです、そうです。その通りです。はい。ということで、彼女さんですね。で、前にも、ちょっと動画に割り込み的なので、あったんですけど、今回はね、ちゃんと、はい、やりますよっていうので やるんですけど、今日は、何をしようかなって思って、何でもできるなと思ったんですよ。で、今日は、何するってなったんだっけ？あれだ。そう、ハンデをつけてね、バトルをしていこうかなと思います。さすがにね、僕が普通にやったら余裕すぎるんで。いや、いらないか。いる。ダメだよ。よし、というわけで、ハンデ。というわけで、何しようか。1分待ったらさすがに倒れちゃうんで、30秒ですかね。30秒。僕30秒ステイしてから、スタートっていうことで、やりたいなと思います。はい。で、フレンド、これです。ロボちゃん。ロボちゃんです。これです。で、デッキセットしてるのがジャイニクロですね。多分このデッキは僕が教えたやつだと思うんで、これをしっかり対策していけばいいかなと思います。はい。というわけで、僕はこのデッキで、やりたいと思います。よし。OK？ロボちゃん。分からんわ。一応今キング8で、ただ2200。どうなのかな？どうなのこれ。一応1年間やってるっていうこのね、クラッシュライン1年。1年プレイしてます。1年間頑張ってただ2200なんで、ゲームのセンスはそこまでないかも。はい。というわけで、デッキ見られたんですけど、今横でね。関係ないかなっていう。はい、なんで僕は30秒待ちたいと思いますね。はい、30秒。オッケー。はい、あと25秒。めちゃくちゃ出した方が早い、勝ちないね。そうやろ。え、そうなん、知らんけど。30秒も。いっぱい出す、ね、で、ロボちゃんって呼ぼうかな。動画中は20。おお、あと10秒。いっぱい出せばいい。ちょっとやめくれ、これ。いっぱい出せばいい。ちょっとやめくれ。とりあえずいっぱい出しとけばいい。まあ、でもあと3秒。あ、やばい、怖い。勝ったんじゃない？甘い。はい、こっからですね。こっからですね、僕は勝ちたいと思います。すぐそういうことする。よし、さあ何が来るかですね。ここからバルーン。いや、でもいつも横で動画見とるからね。動画じゃないわ、試合を見とるからね。頑張ったらいけるみたいなことない。いや、甘いですね。ここで勝てると思うのはやっぱ2300っていうのが。違う、もうだってほら絶対ほら炎上するよ。ほらもうやめてください。ほらそういうの。おー、いい防衛ですね。え、今のとこいい防衛ですね。やったこれ。どうすればいい？けどどうすればいいと思う？ちょっとベビドラが厄介ですね。僕からしたらベビドラがちょっと厄介ですね。どうすればいいと思う？で、あとはバルーンをどう止めるかですね。余裕じゃん。で、勝ったと思ってるやろ、これ。よく悪いよな、マジで。守ればだって勝ちやもん。うん。そうやろ？守る。17。あと840で。え、うまくない？うまくない？今の。すごくない？え？それできんの？それできんの逆に。すごい。今動画見とる、動画じゃないわ。いつも試合見とるから。絶対適当に出しただけでしょ。ほらこれ止めれんじゃん。はい、お疲れ。で、僕これは危ない。よしよしよし。いや死んだ。はい、あれ大丈夫ですか。死んだ。あれ30秒半でいるわ、これは。1分半はアホやね。さすがに落ちるわ。よし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 。まあ難しいな、これだって。はい。さあ、あ、待って、やばい。あーって感じ。まあでもまだわかんないですからね、まだ。あーって感じやで。まだわかんないですからね。あ、ネクロ、初登場ネクロですね。怖い、もう。やだ。言うたら余裕ですね、これ多分。もうダメ。よいしょ。あ、待って、やばいかも。やだよ。ここで爆破が入るけど。え、待って、やばい。え、やだよ。さすがに負けないか。さすがにやめて。やだよ。さすがにやばい。ちょっと焦りますけど、僕も。30秒ハンデでこれか。いや、言うて、やばい。ちょっとやばいかも。これ落とせないと、僕がピンチなんですけど、相手陸受けない。はい。あは、ペックが入る。ペックが入る。入らん。ペックが入る。あ、ユートが入る。やだ。さあ、あと300。あ、あと300。やだ。待って。
やばいやばい、俺もやばい、俺の方がやばい。ファイボってどれくらい？あ、もう一回、もう一回ファイボで勝てるよ、もう一回。回せ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 。来い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 。やめてくれ。ちょっと待って、ワンチャン負けるよな、マジで。来い来い来い。回せ回せ回せ。マサの早くない？マサの早くない？どうしたどうした？また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 。はいはいはい、残念。回した。はい、残念でした。30秒半でいいぐらいじゃない？30秒でいいぐらいは？あれ弱いって言ったら失礼だな。まあいいか。なぜならもう一回したい？もう一回したい。もう一回。勝てそうな気がする。できじゃあどうにかどうにかなんか。ね、探しな。わかった。頑張る。どうにか。勝てそうな気がしちゃってしてこんこともなくない？まあまあやな。まあまあやな。何がいらんかったかな。まあまあやな。何がいらんかったって言うのかな。わかんない。マジで、ね、何がいらんかなとか言ってもわかんない。わかんないでしょ。もう難しい。でも多分できん。めちゃくちゃができないよね。絶対、うん、うん。じゃあ僕がこのできる行こうかな。なんかみんなさ、いつもスケルトン使ってるからスケルトン使おうかな。うん、それなんで俺に教えてくれる。ちょっとバカなんすよね、マジで。そう、何にしよう、うん、ちょっと待ってな。うん、どうぞ。いやー、30秒半でちょうどいいぐらいか。まあまあですね、まあ、そんなもんすかね。いいよいいよいいよ。とろ3分の1ぐらいですからね、だって。いいよ。おー、なんか怒っとるやん。次こそ勝て。30秒ちゃんと待ってよ。30秒ちゃんと待ってよ。まだまだあのコメント欄で、うん、あ、30秒待つわ。コメント欄で絶対質問あると思うけど、うん、やばっ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでその名前にしたんっていう、このちょっと待って、ちょっと待って。おい、え、なんでそういう名前にしたんっ、知っとるやん。ちょっと待ってや。あー、ちょ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 、これは勝ちや。ちょ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 、待って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 。はい、待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って。私は何が必要か分かった。ちょっと待って、レイジだ。え、ちょっと待って。レイジがあっても誰にでも30秒でなってる。ちょっと待って、勝ち方知ったやん。ちょっと待って、これもうダメやん。勝ち方知った、だやん。ってことで、じゃあもう20秒だね、ラストじゃん。じゃあこれはそう20だ。20だったら多分勝てる俺。私はデッキを変えないと宣言します。おー、じゃあもうメトメトにするよ。いいよいいよ、はい、20秒で落とすもん。 OK です。じゃあこれで僕はいきたいと思いますね。よし、でラスト、ラスト。まあ今1対1なんでね。これで勝てば、これ勝てば俺に勝ってても威張っていいよ。威張っていいよ。これ勝ったらもう威張る。もう、うん、もうみんなに言うんです、はい、20秒。チラッとに勝ったぞ。あ、そうだ、20秒。あれ、俺の質問答えて。なんでロボちゃんにした。なんでロボちゃんにしたかですか。うん、ちょっと待って。ん、あれ、これ3分からよね。あと4秒、3。うそー、なあなあ、もうちょい待ってあげる。やっぱやった、やっぱ30秒待ってあげようか。やったやったやった、やっぱりやっぱり30秒待ってあげる。喋り場面がないとな、ダメやね。あー、で2、1。あー、これで負けるパターンかな。よくわかってますね、よくわかってますね。よいしょー。ロボちゃんにした理由、なんか新しいの出てきた。私これ持ってないやん。そう、ずるキャラ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 やん。で、なんでロボちゃんにしたの。だって普通に考えて気になるでしょ、みんな。絶対コメント欄来るから。ロボちゃんにしたか。去年、一昨年かなのクリスマスの、あのデジルさんのね、うん、あのクリスマス企画で、あれだよ、ディズニーはもらったじゃないですか、私たち。のろけをさらしていく。はい、アンチ増えた。いや、なんでなんで。違う、ロボちゃんにした理由を教えただけやんけ。アンチ増えるで、もう。違う、もうなんか喋りながらしちゃって難しいやん。あ、もう落とされたやん。で、理由は？そう、で、意地悪すぎ。この人意地悪すぎ。そう、で、なんてっけ、なんてっけ、ディズニーに行った時に、その、なんてっけ、あれ、スターウォーズのあのポップコーンのね、入れ物をね、買ったんですよ、2人で。でそれに私が命名したのがロボちゃんだったから、ずっともう何の名前もロボちゃんにしてみます。あの見た目がロボットなんやね。あのスターウォーズのなんか丸っこい雪だるまみたいな。そう、雪だるまみたいなやつがね。そうだから、それで ロボちゃんみたいな、気に入ったみたいです。で、ロボちゃんです、ずっと。
ネーミングセンスはまあまあですね。なんか悪くはないけど、なんかめっちゃいいってわけでもないし、なんかなんでなんでめっちゃいいんや、かわいいんや微妙、ね、絶対コメントないロボちゃんかわいいってくるよ、やばい、ロボちゃん絶対かわいいってくるよ、俺ガチでちゃんとしたデッキでボコボコにしてて、これやばいやばい、なんかなあ最低なあ最低、やばい、だってもうただのただボコボコにしてる、なあこれこそラッドさんの力やな、ごめんな、なんでこんなとこレイジかけたんやろ知らないよ、もう頭がパンパンだった、ね、まあまあさすがに、やだ、さすがにな、初手に、これは初手にあれや、あの、はい、初手のせいにしません、ないとできないっていう、初手のせいにしませんというわけでね、今日はまあ一応彼女にね負けた、初めてまあこんなちゃんとしてちゃんとした感じでまあ出演していただいたんですけど、まあ、また多分、まあ、タイミングがあれば、はい、はい、出演してもらうと思うんで、ぜひね、楽しみにしてもらえたらいいなと思います。まあ、あと、彼女に適当に何か質問とかあればね、はい、次の動画でいろいろ喋ってもらおうかなと思うんで、はい、よければコメントも楽しみにしております。はい、というような感じで、終わりにしたいと思います。何かある、はい、言うこと。チャンネル登録、高評価、お願いします。めちゃくちゃちゃんとしてるやん。はい、というわけで、はい、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。